はい。えー、真夜中のミッドナイトのマルコさんです。今ね、えー、夜中の2時17分です。えー、今日はちょっと飲みに行ってね、僕帰ってきたんですけど、今帰ってきたらマルさんがね、このお気に入りのマットの上で、こんなやってね、僕を待ってました。マ、ま、ルごめんな。ちょっとな、今日飲みすぎたわ。 本当は11時半には帰ってくる予定だったんだけど、マルごめんな。伸びちゃった。<laughs> ごめんな、マルもう一軒行こうっていうね、ことになっちゃってね。ごめんな、マルことな、一人にさせちまってな。あ怒ってるかごめんな。ごめんなさい、マルコさん。すいません。マルさん、マルさん一人にしてごめんな。帰ってきたらね、マルさんね、ここに座ってね、キャンキャン吠えてたんですよ。

マルさん耳が伸びましたね、今。目と目が光って。マルさんお詫びにさ、マルさんにさ、ご飯あげるから。ご飯。許してくれる、マルその顔はマルさん許してくれるってことだね。マルごめんな。許してくれる人を。許してください、マルさん。許してもらえますかマル許してください。 はい。うわあ、いい子だな、マル。ありがとうな。ごめんな、マル。許してくれんか。本当にマル許してくれるの許し、おおサンキューな、マル。ありがとうな。はい。じゃあ、これからマルさんに約束通り、お詫びのご飯をあげようと思います。<laughs>